いよいよラスト、ラストの週になりました。何がラストなの？はい、私小室より48歳のラストの週になりました。ということで、今週も小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処八雲庵、琉球食系、トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。来週7月28日、はい、小室ゆり49年目を走り出すことになりました。ということで、今週が48歳の最後のラストウィークなんですね。はい、まあ、何が変わるのかって言ったら、そんな何も変わらないと思うんですけれども、来週日曜日28日は、はい、例年のごとく母とコーギーのクーさんと3人でゆっくり過ごしたいなと思っております。48年生きてきて、なんかやっぱ48、49っていうこの数字って、そろそろ重たくなってきましたねなんかね、そんなに活動的にはあんまりね変わってないというか、本当に気持ちだけは20代の頃とさして変わらないというか、今の方がよっぽどアグレッシブに動いてるんですけれども、やっぱりね、さまざま体のいろんなところは変わってきてますよね。ね、48年生きてくると体重落ちにくくなってるとか、48年生きてくると近いところが見にくいとか遠いところが見にくいとかね、そんなことを話す年齢になりましたよね。はい、48年間お付き合いいただきましてありがとうございました。49年目もどうぞよろしくお願いいたします。ほい、ということで今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。私小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けします。今週はね、弁護士さんからもすごい判決出ましたねって連絡が来るような、先週の金曜日に届いたほやほやなニュース。コンドームをつけなかった、否認をしなかったことで74万円の損害賠償請求が出たという、このニュースをお届けしたいと思います。そして後半は妊活一言サプリ。ご担当いただくのは、東京は城東区で腰痛専門の子宝鍼灸師をしておられます市毛真也先生のご登場です。今月は少子化出生率の秘密についてお話ししてくださいます。そしてこのコーナーは現在、そしてこのコーナーは健在ですよ。 DMM オンラインサロンが大人気です。占い癒し処八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週も12星座で占います。夏のお出かけ編ということで、占い執筆ご担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんです。さあ、丸山さんのパンツ何回出てくるでしょうか。皆さん確認しておいてくださいね。番組では皆さんからのメール募集しております。
番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談、そっと送っておいてください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com。 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ、私小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けしております。気になるサプリ、今週は7月19日金曜日夜20時に配信されたこんな記事。同意の上での性交で避妊を拒んだ男性に賠償命令、自己決定権の侵害。朝日新聞デジタルからの情報ですね。これ何かっていうと、性交渉には同意したけれども避妊をするように求めたら拒まれた、女性がこう訴えて173万円の賠償を求めた裁判。大阪地裁は19日、女性の性的な自己決定権の侵害だと認め、男性に74万円の賠償を命じた。女性の権利に詳しい弁護士らは画期的な判決だと評価しているとのことなんですね。でもうちょっと詳しくご説明をすると、妊娠をしてしまって出産してお子さんを認知してほしいと言ったら、実は既婚者だったということも判明しているそうなんですね。いやでも記事に書いてある通り、本当に画期的な判決だと思います。この判決が前例になることで、いや、ね、先週性的同意から不同意性交等罪の話をしましたけれども、本当にこれ婚活業界の方は知っておいた方が絶対いい。恋愛ビジネスをやってる方もそうですね。あと親御さんにもこれ知ってもらいたいな。これ知らないと大切なお子さんを守れなくなる可能性非常に高い話だなと思ってます。たかだかコンドーム、されどコンドームですよ。つけてって言われたら当たり前につけるのがマナーだったって言われてたじゃないですか。だけどこれからはマナーじゃなくて必須義務です。はい、それぐらいの気概がない人は、特に男性はね、セックスしちゃいけないんじゃないかって思うぐらいな判決だと思うんですよ。で、自己決定権、性の自己決定権って、自分がこれがしたくない、妊娠したい、妊娠したくない、出産したい、出産したくないというものを選べる。この性において自分の生き方や考え方、あり方を自分で決められるっていうのがこの性の自己決定権だと思うんですけれども、よくもね、まあこんなに正直言うとですよ、見逃されてきたなっていうのが私の正直な気持ちでもあります。私自身もつけてって言われて、えってなんかちょっと不快そうな顔をされてつけてもらえなくて受け入れてしまったっていうこともあった側の人間なので、つけてって言ってもいいんだ、嫌だったら拒んでいいし、そこで止めてもいいんだっていう勇気をもらえる判決だと思います。これ聞いてくださっている男性のね、リスナーさん、本当にこれ心に留めておいてほしい。ただ男性の目線からするとなかなか受け入れがたいっていうところもあるだろうなと思うんですね。先週の不同意性交等罪にしろ、今回の件にしろ、なんで俺たちばっかりが言われなきゃいけないんだ、モヤモヤする
というお気持ちがあるのも理解できるところではあるんですけれども、さまざまな決定がこれまでの社会だと男性、多くは男性によって行われてきた、イニシアチブを取ってきた男性がさまざまな決定を持っていたっていうことを考えると、これからの時代は女性にも決定権をシェアしていくという考え方の方が時代にマッチしているのではないかなと思いました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギノワンで放送中です。お聞きください。毎月4週目は妊活一言サプリ。ご担当いただくのは、東京は城東地域で訪問に特化した腰痛専門の子宝鍼灸師、市毛真也先生です。今月は東京都で発表されました出生率、こちらからの市毛先生の推察、お考えをお聞きください。それでは市毛先生、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。妊活一言サプリ46回目の今日は、日本における出生率の低下の本当の理由について話したいと思います。20代から30代の、生殖適齢期と言われている人たちっていうのは、自分の楽しみとか欲求を満たすことに、そのスマホで持ってですね、集中しがちです。旅行とか趣味、友達との時間というのを楽しむことが多くて、その結果、恋愛とか結婚、子育てに積極的に、ならないということが多いんですね。でしかし40代頃になると、やっぱり子供が欲しいと思う人が、増えています。でその時には生殖能力っていうのがですね、若い時と比べて、比較的低下してしまうと、これが出生率の低下に大きく影響しているわけです。また経済的な不安とか仕事のプレッシャーも大きな問題です。子供を育てるためには多くの費用がかかるですよね。で経済的な余裕がないと感じる人も、増えているわけです。特に都市部では家賃とか生活費が高くって、子育ての負担が大きいと感じるんですよね。でこれらの要因が組み合わさって、日本で出生率が低下しているっていうことなんですよね。でですね、私の知ってる科学者はですね、こういうことも面白いことを言ってるわけです。日本人が他の星に移住したら、間違いなく出生率っていうのは上がるだろうと言っていました。これは不便になれば
本来の日本ら、人間らしい、人間らしさっていうものを取り戻すはずだからと、そういうふうに言ってました。これね、私が不妊治療を、している方に、カウンセリングをするときによく言うんですが、まずね、リセットしましょうってよく言うんですよ。妊活って、妊活に、まあ、いいものと考えて、今ある生活にどんどんいろんなことをね、こうプラスしていくんですよね。でその結果、まあそれってストレスとなってしまっていって、まあ精神的にも、身体的にもこう負担となっていくという方が、まあ、多くいらっしゃるんですよね。今情報にあふれている日本において、もしスマホがなくなったらとか、もし不便な世界になったらどう生きていくのかとか、まあ、そういうね、議論というのを若い人も年配の方も含めて、みんな一緒くたにして真剣にシミュレーションしていく必要がある時期なんだろうと私は確信しています。まあ、それが出生率を上げていく、一人一人がもっと真剣に今現代で起こっている問題を過去と、だから、まあ、温故知新ですよね。昔に戻りながら、昔はこうだったっていうものをこう照らし合わせながらシミュレーションしていくっていうのが今必要な時期に来ているんではないかなと感じております。歴史は繰り返されます。私はそう信じていますので、今豊かなんですが、過去にまあ学んで、もう一度昔ながらの生活とかを今一度考え直すっていうのも必要かなと感じております。はい、それでは今日はここまで。ではバイバイ。そうですよね、我々の生活にもう切っては切り離せない、そして大きく生活様式を変えた一つの、もうこれが一番でしょうね、スマートフォン。このスマートフォンって文明の域で便利なものですけれども、便利って人の英知も奪っていくのかなっていうふうに聞いていて感じました。ちょっとぐらい不便な方が、人が人としての生活を営むためにはもしかしたら有用だったのかもしれないなと感じました。市毛先生ありがとうございました。 99% の人が楽になったと実感、ここにしかない極上の癒しをあなたへ。小宝鍼灸師市毛真也先生が運営するトータルボディケアココアへのお問い合わせは、インターネット検索 KOKOA 鍼灸、 KOKOA 鍼灸でお願いいたします。踊れ踊れ私の占いサブリ、 DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが好評です。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占います。暑い日のお買い物編です。お買い物に行くのも一苦労ですよね。それではセクシーに買っちゃうぞ。おひつじ座、アイス売り場に行ったら絶対にあずきバー探しちゃうの。だってあの硬さ癖になっちゃう。おうし座、夏はカルピス、メロン、桃、ぶどう、いろんな味があるけどやっぱり濃い白いのが一番よね。一緒に買いに行こう。
双子座、スタミナ不足のあなたのために豚肉とオクラとうなぎも奮発しちゃった。今夜は疲れたなんて言わせないわよ。カニ座、おしゃれなあなたに絹のパンツ買ってきちゃった。サイズ大丈夫か確かめたいからすぐに履いてみせて。獅子座、ねえ今週末の私、ねえ今週末のお買い物、お誕生日の私のために奮発してくれるのよね。嬉しくって胸がドキドキしちゃう。ほら本当よ、触ってみて。乙女座、夏祭りに着ていく浴衣が欲しいな。バストが大きくても綺麗に着られるブラも試してみるわ。天秤座、土曜の丑の日に食べたうなぎで元気出たみたい。今週末もうなぎを食べて二人だけの暑い夜を過ごしましょう。サソリ座、洗濯かごに入っていた見覚えのないパンツ、私が買ってあげたのはどこで脱いできたの？罰として今夜はノーパンで過ごしてね。いて座、ルームウェアの襟ぐりが大きくってバストが見えちゃう。さっき宅配便のお兄さんに見られちゃったかも。あら？焼いてるの？ヤギ座、毎日暑くて嫌になっちゃう。ブラつけてるだけで汗だくよ。メッシュのナイトブラ注文しちゃった。水亀座、今日買ってきたボディーソープ泡立ちがすんごいの。出しすぎちゃったから洗ってあげる。早くそのお洋服脱いで入ってきてよ。魚座、海辺は日差しが強いわね。日焼け止め買ったから塗ってあげる。全身塗ってほしいの？甘えん坊さんね。占い癒し処ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロットヤクモ漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今週の占い執筆ご担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんでした。気づきましたかね、パンツ2枚出てきました。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週はこのコーナーから8月をスタートしてまいります。あなたの強み発見サプリ、ご担当いただくのは USP プロファイラー押したり構造先生です。毎月カッティングエッジな情報を持ってきてくださいますね。役に立つ情報を来月もお待ちしております。そして8月16日ここ開けておいてください。小室より久々のライブ開催いたします。氏神一番プレゼンツ氏神ナイト、8月16日、場所は渋谷にあります、東京の渋谷にありますラママというライブハウスで行います。対バン形式で行いますので、さまざまなアーティストさんの演奏もお楽しみいただけます。私小室よりは
キンキーチャプターというバンド名で参加をしております。キンキー、どんな意味なのかはぜひ調べてみてください。詳細そしてお申し込みは X または小室由里の Facebook ページでお知らせをしてまいります。8月16日の夜、開けておいてくださいね。氏神一番プレゼンツ氏神ナイト、小室由里はキンキーチャプターボーカルで参加いたします。ご参加をお待ちしております。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室由里と、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処薬毛庵、琉球食系トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくでやなわらばな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが、笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。深く愛することのできるもののみが、また大きな苦痛をも味わうことができるのだ。ロシアの小説家レフ・トルストイの名言です。大きな苦痛、あんまり味わいたくはないけれども、その先に深い愛があると思えば、これは一つの通過点なのかもしれませんね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへありがとう、この思い恩返し。引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた、この思い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなた